じゃあ企画会議始めます。はい、今週放送される、ラジオの身近で起きた面白いエピソードのコーナーなんですけども、リスナーから送られてきたエピソードをいくつか選んできたので、確認してもらってもよろしいですね。まずですね、ペンネーム、飼ってる猫さんからいただきました。田舎の祖父母の家に泊まった時のこと、夜寝ようとしていたら、真っ暗な部屋の襖が勝手に開きました。うわ、幽霊だと思い、慌てて電気をつけたところ、開けたのは、飼ってる猫でした。終わり。はい。ああ、話のうちが飼ってる猫。そうですね。はい、飼ってる猫。なんでそんなことしてるの一緒じゃん、落ちたペンネームどういうこと、これ以上説明ないでしょバレちゃう。いやでもバレないと思いますけどね。まあ、話してるときはバレないけど、うんってこう俺みたいになるじゃん、なんでってなるから。だったらペンネーム変えちゃえば。いやそんな勝手に変えちゃダメだから、それしてる。で、これは採用でいいですかね。採用、採用。いや、別に大丈夫じゃないですか。いや、大丈夫じゃないって。考えすぎですよ。考えすぎ、ダメだっつってる。なんでそんな粘んの。いいじゃないっすか。ダメだよ、でも、じゃあ聞いて。あのね、飼ってる猫さんは、二つミスを犯してる。一つはペンネーム。一つ、もう一つは、話が全然面白くない。全然よ。全然面白くない。夜寝ようとしていたら、真っ暗な部屋の襖が勝手に開きました。幽霊だと思い、慌てて電気をつけたところ、開けたのは、飼ってる猫でした。よく笑いよ。ちゃんと外すよ。吐き気すら覚えてる。何それ。いいかなと思ったんですけどね。幽霊かと思ったら、飼ってる猫でした。ダメですよね。ダメです。じゃあ、これどうですかね。ペンネーム。カツラもトッピングさんからいただきました。先日ラーメン屋で明らかにカツラのおじさんが入ってきて全部のせラーメンを注文しました。いやいや、お前が頭に乗せるけどなと思いながら見ていると、運ばれてきたラーメンを食べようと前傾姿勢になったときカツラがラーメンの上に落ちてカツラもトッピングしてしまいました。流行ってんのか最近の流行りなの最近のスタイル一緒じゃん。だからそうかじゃなくて、あ、でもこれあれじゃないですかね、もしかしたら飼ってる猫さんと同じ人なんじゃないですか。絶対違う、絶対違う。話のクオリティが全然違う。全然到底飼ってる猫さんに出せるクオリティじゃない。カツラもトッピングさんの話は話してみ、飼ってる猫さん、真っ暗な部屋の様子が見られました。幽霊かと思い慌てて電気をつけたところ、開けたのは飼ってる猫さん。なんで言わないこれドハマりしてんじゃん、飼ってる猫さん。じゃあこのカツラのトッピングさんは採用にいいですかね。いやダメだ、だからペンネームとオチ一緒になってるから。なんなのこれ。そうそうそう、他じゃあ、ペンネーム、兄が彫った竜のタトゥーが若干蛇っぽい参加で怪しいな。すでに匂いがブッてするよね。先日兄が急に竜のタトゥーを臭いよ。臭いよ。臭いよ。こんな短く結果出ると思わなかった。ダメだお前、何なのマジで。何そんなんばっか選んでくるの。あ、じゃあこれどうですか。ペンネームの高速道路のど真ん中でセーラー服のおじさんがパラパラ踊ってたさんからいただきます。すごい見出しじゃん。すごいオチじゃないそれ。何それ。先日自宅で携帯で電話をしながら缶のコーラを飲んでいました。たどり着けるそれ。たどり着けるの。じゃあペンネームなんで、ペンネーム何。高速道路のど真ん中でセーラー服のおじさんがパラパラ踊ってた。たどり着けないのさすがに。すごい気になる。自宅で携帯で電話をしながら缶のコーラを飲んでいました。コーラを飲み終わるタイミングと電話が終わるタイミングがちょうど同じで、私はコーラの缶と間違えて携帯電話をゴミ箱に捨ててしまいました。以上です。もう話が違うじゃん。オチとペンネームが違うから。なんでオチとペンネームが違うの。でも普通そういうもんですよね。そう
でしたね。そうでしたね。麻痺してました。普通はそうでしたね。これは採用でいいですか？あ、でも話的にはいいんじゃない？うん、いいよ。それ採用でいいよ。じゃあ続いて、ペンネーム飼ってる猫さんからいきます。採用。採用。採用。話ぐらい聞いてくださいよ。いい、どうせうち飼ってる猫は。いい。せっかく選んできたんですから。いい。せっかく選んだ。話ぐらい聞いてください。おいしいな。どうせ飼ってる。ペンネーム飼ってる猫さんからいただきました。先日趣味の釣りに出かけました。嫁には今日の夕食は釣ってきた魚を調理してもらうように魚以外の材料を用意しとけと豪語して出かけました。あいにく天候が強風で船が揺れに揺れ、私はあっという間に船酔いし、釣りどころではなく1匹も釣れずに帰りました。魚料理の準備をさせていた分、1匹も釣れないのは格好がつかないので、魚屋で買った魚をクーラーボックスに入れて帰りました。そしてクーラーボックスを玄関に置いて近所のタバコ屋まで行き帰ってくると、買ったはずの魚が一匹も入っていません。何事かと思っていたら、持ち出していたのは飼ってる猫さん。首にしてやろう。首にしてやろう。あ、長々と。すいませんじゃねえだろ。そうだ。ああ、飼ってる。あ、首にするぞ。同じミスとし。お前まさか飼ってる猫さんじゃないだろ。それだけはないよ。あ、すいません。ミスりましたよ。あ、これはどうですかね。ペンネーム飼ってる猫さん誰か。なんなん。なんで飼ってる猫さんばっか採用さそうとしたの。いやいや、いっぱい。いっぱいダメ。飼ってる猫以外。飼ってる猫さん以外。ペンネーム。うん、パイナップルがいいですね。今年の誕生日、私の母親がプレゼントで T シャツをくれました。 T シャツを広げてみると、プリントされていたのが飼ってる猫でした。騙しやがった。騙しやがった。おい、隠れ蓑じゃねえか。飼ってる猫の隠れ蓑じゃねえか、パイナップルは。そういうことか。そういうことか。そういうゲームやってんじゃないんだよ。ペンネーム、キーピングキャットさんからいただきます。飼ってる猫だ。飼ってる猫だ。キーピングキャット。キーピングキャットで飼ってる猫だよ。騙されんな。先日、嫁がいない時に後輩の女性社員が仕事の打ち合わせで自宅に来ました。こたつに入っていたら足をツンツンとするので、誘惑されてるのかなと思ったら、ツンツンしていたのはキーピングキャットでした。キーピングキャットでした。ツンツンしていたのはキーピング、違う、ツンツンしていたのはキーピングキャットでした。キーピングキャットでした。だから飼ってる猫で、ここは飼ってる猫にしちゃいけないでしょ。話はで、キーピングキャットもないから。お前飼ってる猫じゃん。飼ってる猫だ。そういうことかって言って飼ってる猫じゃん。じゃあこれはどうでしょうかね。もういい、もうちゃんとしたの選んでくるんだね。もういい、あと1個でいいから採用するの。ペンネーム、先日帰宅したら家族全員がすごい険悪なムードだったんですが、嫁に訳を聞いても、息子に訳を聞いても、父や母に訳を聞いても、なかなか教えてくれない。天然で中だよ。天然で中だよ。どうしたものかと思いながら、一日天然で中だよ。翌日頼むから教えてくれとお願いしたら、長いって嫁がすごい形相で私の浮気を追求してきた。浮気を追求したじゃん。そして離婚すると言い出したのです。証拠でもあるのかと天然に感情を入れるの。この長い毛は何と言ってきました。どう見てもその毛は飼ってる猫さんです。参加いただきました。何なんですか、ペンネームは。先日帰宅したら、聞いたよ。